芸人さんも見てて思いましたけれども、はい、あの笑顔の裏にすごいハートが、そうですね、潜んでいます。必ずやってくれる。やっぱり去年の、はい、ゴール下の戦い、はい、そしてフィリピン対決、そうですね、こちらの方にも注目していただきたいと思います。今日はフィリピンの方が多くてもご覧ください。さあ、ここからは円形とギフティングタイムです。今の時代にマッチした新しい応援の形として最近注目されているギフティング、皆さんご存知でしょうか。円形とはデジタルギフトを送ることでブースター、ね、先ほどのは円形とのスタッフさんがドミニクので日本を続けてダンカーにも、ギフティングができます。影さんは